女の子をデートに誘う方法。女の子をデートに誘うということは決して面倒なことではありません。本当にちょっとしたことなんですよ。ああ、でもこの方程式を見てもらうほど簡単ではないかもしれません。たとえ鏡の前で何度も練習してみても、もしうまくいかなかったら、もしと思っちゃったり気まずくなったらどうしよう、それでもっていやって言われたらどうしよう、なんて考えると怖くなってしまいますよね。心配いりません。こうならないための準備はきっちりできるし、女の子にいいよって言ってもらえる可能性はうなぎ登りに。本当に単純なことを守ればいいだけ。そして勇気を出して私たちを信じてください。作戦の説明に入る前にチャンネル登録をお忘れなく。お知らせボタンを押してくれればいつだって最新の最高に面白くて役立つブライトサイドの情報が手に入ります。1、女の子をデートに誘う前に。実際にデートに誘う前に、まずは状況をしっかり把握して成功の可能性がどのくらいあるかチェックしましょう。そして彼女の仕草から彼女がどんな気持ちをあなたに伝えたいか、そこに注意を向けるようにしましょう。女の子はまず目でコンタクトを取る。言うは易し、行うは難しと言いますよね。でも誰が自分に好意を向けているか知る方法というのはたくさんあります。例えば女の子といるとき、やたら目が合うようなことがありませんか？ずっとこちらを見ているようなことがあるなら、それは彼女から見てあなたの印象は良いということです。彼女の動向が大きくなる。もし他にも注意深く言いたいというなら、こちらを見た時の彼女の動向が大きくなっているかを見てみてください。あなたをもっとよく見ようとすると、動向は生物学的反応で光をより多く目に入れようと大きくなるのです。写真で好きなものをもっとよく見たい場合、ハイクオリティな画質を求めますよね。つまり動向もまた大好きな人や食べ物なんかでも同じ反応を見せるんです。笑顔でよく笑ってくれる。あなたといるとき、相手の子がよく笑っているなら、それをよく覚えておいた方がいいでしょう。またまた生物学的反応なのですが、人体は好ましいものを前にすると自然に笑顔を作るようになります。これは意図的に隠すことが難しいものです。素直な笑顔というのはあなたが好かれているかどうかを示す最良のサインです。基本的にずっと笑顔であなたといてくれるなら、それはあなたと過ごす時間が本当に楽しいということでしょう。とはいえ、友人として好きだからという可能性もありますので、他の要素も考慮に入れて考えてみましょう。女の子からのボディータッチ。もし女の子の方からさりげなく腕に触れ、背中や肩に触れるための口実を探しているような素振りを見つけたら、それはつまり本当にあなたに夢中になっているのかもしれません。ただこれではまだ彼女の気持ちが確実にあなたに向いているとは言い切れません。ボディータッチがないからあなたのことは好きじゃないなんてことにはならないですから。家族にならハグできても、他人と触れ合うことには強い不快感を感じる人はいます。ですから彼女があなたに触れようとしないときは、自分からそういう状況に持っていこうとするようなことはしないでください。他人が自分のパーソナルエリアに入ってきたときに、その人がどのように感じるか知らなければいけません。まずは彼女がどういう時に触れてきてくれるのか、よく観察して待つべきです。もしあなたが何か面白いことを言った時に腕を掴んでくるようなことがあれば、その後あなたが同じことをしても大丈夫でしょう。しかしそれでも、もし彼女が少し離れたり、彼女から何か少しでも違和感を感じたりしたならば、絶対に繰り返してはいけません。これはまさに厄介なことですので、ボディタッチに関しては本当に注意して考えてください。2、いいよと言ってもらえる可能性を高める。チャンスが来たと思えたら、デートに誘える可能性をさらに高めるためにできることがあれば何でもしたいと思いませんか？今から教えることをするときは、決して下心を出すことなく、誠実な心を持って女の子に接するようにしてください。でないと彼女はそれを敏感に感じ取るでしょう。信じてください。彼女と目を合わせる。あなたはアイコンタクトの重要性をしっかり理解していますか？これはキーポイントです。女性が話しているときは常に彼女と目を合わせるようにしてください。まず何よりも彼女が何を言いたいのかしっかり聞いているという姿勢を見せるためです。そしてまた彼女といる間、あなたが彼女の隣にいるんだという姿勢を強く見せ、そしてあなた自身もそう感じます。あなたの神経も少しですが落ち着きますし、相手に良い印象を与えます。自分に自信を持てるようにもなりますので、ぜひ試してみてください。丁寧で話し上手になる。女性が持ち込んだ話に対して
知的な会話を続けられるように常に注意してください。次につなげられる質問を返して本当に興味を持っているというアピールをしてください。もし言葉に詰まってしまったら、どんな状況でもいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにという要素を思い出してください。彼女が最近家族とどこかへ旅行したというようなことを話し始めたら、具体的に誰が旅行に行ったのか、飛行機にどう乗っていたのか、どうして行き先をその場所に決めたのかなどを聞いてください。あなたの話題を持ち出して彼女の話を変えるようなことはせずに、彼女が言っていることに対してあなた自身の反応を見せてください。例えば、スカイダイビングは初めてだった、緊張で心臓の音が聞こえたんじゃない、なんて質問をすれば彼女も話に乗ってきてくれます。とっても簡単でしょ。他の男子よりも目立つ、彼女を狙ってくる他の男どもと一線を画すためにも一味違う男になりたいと思いませんか。目立つための方法の一つとして最適なのは手を差し伸べることです。キーワードは手伝うよです。例えば女性が重いものを持っていたら手伝おうかと聞いてみてください。彼女がお願いと言ってくれば手伝いましょう。そうならなかったらそれはそれでいいのです。彼女の目に留まる方法の一つとしてあなたの優しい一面を見せることが大事です。彼女が悲しそうにしていたり不安そうにしていたらぜひ聞いてあげてください。真剣な話になることを恐れてはいけません。もし彼女が自分から心を開いてくれれば、友人としての信頼を勝ち取れるでしょうし、将来的なパートナーとして見てもらえるようになるでしょう。まずは友情を築く。ただの友人から始めることを不安に思う必要はありません。ちゃんとしたデートに誘う前段階というように、友人として彼女をいろいろなことに誘うことができるんですから。ネットでよく見るたくさんの悲しみを生み出したフレンドゾーンというものを恐れる必要もありません。多くの女の子たちはよく知らないイケメンよりもあなたとするデートの方が落ち着いていられると感じているんです。3、大切な一日にあなたのベストを見せる。女の子をデートに誘うためだけにわざわざ外に出てスーツとネクタイを買うなんて必要ありません。ですがここぞという日にまず見た目をベストな状態に持っていくという意識は持った方がいいでしょう。そのために以下のことに注意してください。清潔さ、基本から始めましょう。シャワーを浴びる、体臭対策をする、歯を磨いて舌も軽くブラッシングする、整髪料を使ってヘアスタイルのセットをする。まずはこれらです。ただし極端になってはいけません。整髪量は少ないほどいいです。それから服もまた清潔できっちりとしたものであるかも確認してください。服といえば何を着るか、これもまたやりすぎてはいけません。しかし破れていたり汚れていたり、またはしわくちゃの T シャツやジャージ姿でデートに来て良いはずはありません。まずはスマートなカジュアルスタイルを目指しましょう。ワイシャツに綺麗に仕立てられたジーンズを組み合わせると良いでしょう。頑張ってあなたに合った格好でデートに着ていくことが完璧なおしゃれであり、不相応な格好をしても持て余すだけになってしまいます。4、意中の相手をデートに誘う。まず声をかける場所を見定めましょう。混雑して騒がしい食堂や通路なんかで誘ってはいけません。一人になった瞬間を見つけ、少なくとも人混みや友人たちから離れた瞬間を見つけてみてください。ええ、そんな時二人ともとてもシャイになってしまうかもしれません。ですがこれは後々二人の関係を近づけるために重要なステップなのです。親密な二人だけの関係を作るために必要なことです。会話を途切れさせない、ほぼ二人だけの状況になれる機会を見つけたら、これまでと同じように会話を始めてください。いつもと同じ会話をすることがあなたの精神を少しでも落ち着かせるのに役立ちます。ベストな話題は二人に以前からの共通の話題だったり、彼女が興味を持っていることだったり、これまでと同じように接しながら次のステップへの準備も始めましょう。不意に聞いてみる、もしかしたらこれはベストな方法ではないかもしれません。出し抜けに行ってはいけません。僕と一緒にデートしてください、ちょっと不器用な男子のように声を裏返らせて、なんて。心を楽にして、そして誠実に、少し間を置いて誘い方を考えてから行ってみましょう。こういう感じです。きっとできるはず。あのさ、どう誘うかしばらく考えていたんだけど、ずっとデートしたいなと思ってたんだよね、なんてね。それではあなたがデートをしたい日を決めましょう。多くの男子が誤解していますが、日にちを決めずにデートに誘うなど論外です。これは下心なんかなく友人として誘っているんだと見せかけることで、感じるストレスをなんとかごまかすためにそうなるのではと思われます。夜になってから急に恥ずかしさを感じることがないようにということではないでしょうか。かといってこんな誘い方もダメです。
偶然さ、映画のチケットを2枚持ってるんだけど、来たかったらおいでよ。だとか、金曜日もし暇で何もないんだったら、遊ばない？女の子をデートに誘うのは、優しくて誠実で、相手のことをよく考えているという前提であるべきです。そうでなければ、女の子はただの友達の一人として誘われていると思ってしまいます。映画に誘うというのは最も安全なかけ方です。もちろん、映画だけではつまらなく思いますから、他にも散歩やディナーだとか何かしらのイベントを盛り込むといいです。最初から考えていたよとアピールするために、デートの日にチケットを持っていくといいでしょう。彼女がどんな映画やどんな料理にハマっているのか知っていればいい動きです。どれほどお互いについて知り合ったか、話を注意深く聞いていたかが生きてきます。もしその映画が、彼女が大好きな俳優が出ている新作映画だったり、予約したレストランで出てきた料理が彼女の好きな料理ばかりだったなら、間違いなくあなたのことを意識するようになるでしょう。こんなに明確な愛されているサインをもらって、誰がノーと言えるって言うんです？まあそれでも。6、断られてしまった場合はどうするか。それでも最悪のケースに備える必要はあります。大きなチャンスだったと思い行動して、結果何も手に入らなければ、それはまるで溝落ちに一発入れられたかのような恐ろしいノーに聞こえたのではないでしょうか。しかし、もし相手の女性が嫌と言っても、決して笑顔を崩さず冷静でいるように、優雅に、いいんだ、また別の機会にね、とでも返せばいいんです。そして別の話題に変えるか、うろうろとせわしなく動くようなことがないように、むしろ離れてしまうべきです。断られてしまった場合、お互いにとっても気まずい状況になります。だからできるだけ早くその場を離れるために、言い訳を素早く考えることが大事です。後になってあなたがどのように感じるにせよ、負の感情は振り払ってしまい、決して彼女の前で爆発するようなことはしないでください。あなたが断られたことに対して下手な対応をすれば、その話は女の子たちの間に広がり、将来のチャンスまで台無しにしてしまうからです。どんな反応が返ってくるにせよ、まずは初めにデートに誘う勇気を持てるよう、自分自身で背中を押すことです。多くの男性たちが腰も上げずに女の子をデートに誘えない理由をいくつも喋り、これに対して文句を言うだけなのです。しかし本当にチャンスがあった時に何もしなかったことを後悔しているだけなのです。あなたの人生にはデートに誘えるチャンスがこれからたくさんやってきます。それを拒絶して後から後悔なんてことのないよう、チャンスは見逃さずにいきましょう。女の子をデートに誘うためのヒントや個人的な経験談はありますか？ぜひ下のコメント欄で教えてください。この動画が参考になったなら、高評価ボタンを押して友達にも教えちゃってください。チャンネル登録をして、また私たちブライトサイドと一緒に遊びましょう。